心がざわついて眠れませんか？不機嫌でイライラしていますか？物忘れが多いですか？圧倒された感じや孤独感がありますか？ご心配なく、誰でも一度多分ストレスが溜まっているのでしょう。ストレスは悪いものとは限りません。特にエネルギーや集中力がぐっと必要な場面では便利なものです。例えば競技スポーツの最中や人前で話さなければならない場面です。ただしストレスが長引き、明けても暮れてもストレスにさらされていると脳に変化が起きてきます。慢性ストレスは例えば過労や家族との口論の渦中にいる状態ですが、その影響は脳の大きさや構造や機能の仕方から遺伝子レベルにまで及びます。ストレスはまず視床下部、下垂体、副腎皮質、HPA 系で起きます。腎臓と脳の内分泌系で一連のやり取りが行われ、これがストレスに対する身体の反応をコントロールします。脳がストレスの多い状況を感知すると、HPA 系はすぐに活性化し、コルチゾールというホルモンが分泌され、身体のとっさの動きに備えます。しかし長期間にわたってコルチゾール値の高い状態が続くと脳内が大混乱します。例えば慢性ストレスは扁桃体の活動レベルを高め、扁桃体での神経結合を増強します。扁桃体は脳内で恐れを担当する部署です。コルチゾール値が高まると海馬という学習や記憶やストレス制御に関わる脳の領域で電気信号の働きが鈍くなります。海馬には HPA 系の働きを抑制する役目もありますから、海馬の働きが弱まるとストレスを制御する力も弱まるというわけです。またそれだけでなく、コルチゾールは実際に脳を萎縮させる可能性があります。過剰なコルチゾールはニューロン間のシナプス結合の減少や前頭前野の萎縮を引き起こします。前頭前野とは脳の領域のうち、集中や決断や判断や社会的交流を司るところです。また過剰なコルチゾールは海馬で新しい脳細胞が作られるのを妨げます。つまり慢性ストレスによって学習や記憶が困難になり、うつなどのより深刻な精神疾患の土台を作り、ついにはアルツハイマー病を招いてしまうかもしれません。ストレスの影響は脳の DNA にも及ぶ可能性があります。ある実験では、生まれたてのマウスに対し、母親がどれだけ子育てするかによって子が後々ストレスにどう反応するか決まってくることが証明されました。母親に育てられた子の方がストレス耐性がありました。このタイプの子の脳ではコルチゾールの受容体が多いためです。受容体はコルチゾールを捕まえてストレス反応を弱めます。育児を放棄した母親の子は反対の結果になりました。つまり生涯にわたってストレスを感じやすくなったのです。これは恒性的な変化と考えられます。つまりこうした変化は遺伝コードそのものには影響せず、遺伝子の発現に影響を与えるということです。母親を入れ替えれば逆のことが起きます。驚くべき結果が出ています。ある一匹の母親マウスがもたらした恒性的な変化は、その後何代にもわたって子孫に受け継がれました。言い換えればこうした作用の結果には遺伝性があるということです。悪い話ばかりではありません。コルチゾールでストレスの溜まった脳の状態を好転させる方法はいろいろあります。最強の武器は運動と瞑想です。深く呼吸をしたり、周囲の物事に対する認識力や集中力を高めたりするからです。運動も瞑想もストレスを軽減し、海馬の容量を増やしますから、結果的に記憶力を向上させます。ですから日々のプレッシャーに負けないでください。ストレスに支配される前にストレスを支配してしまいましょう。慢性的なストレスは脳に影響するだけでなく、体にもダメージを与えます。あなたの体はストレスに対してどう反応しますか？この動画でご紹介します。